こんにちは。ただいま阪急神戸三宮駅前にある北の坂の入り口に来ています。今から神戸ルミナイエプレゼンツカッサアルモニカ音楽の宝箱神戸ルミナリエの光を巡るに行ってきます。今からちょっと北の坂から風見のりの館につながっています。今から行きます。今日もよろしくお願いします。異人館街に着きました。風見鶏の館までもうすぐです。ちょっと見てみましょう。ちょっと今風見鶏の館、あ、こんにちは。いよいよ階段の風見鶏の館です。すごいね。お、お、すごい。見えてきました。この坂を登れば風見の見え方です。お、綺麗。お、見えてきました。風緑の館です。これが風緑の、風緑の館です。気をつけてよ。走らない、走らない。下。もうちょっとです。ちょっと到着しました。これが風見鶏の館です。これが風見鶏の館の近くにあるクリスマスツリーです。もう綺麗に、これが萌木の館です。人間街風見鶏の館、それから萌木の館かなり合ってます。説明版です。小林家住宅旧シャープデーでした。萌木の館はこっちが入り口です。こちらが萌木の館の庭園です。これは阪神大震災で大きな被害を受けた赤レンガ化粧済みの煙突です。3本の煙突。おお、ちょっと怖い。阪神大震災遺構がここにも残っています。保存しています。保存しているものがあります。こちら風見鶏の館ともう一つの萌木の館で神戸ルミナリエの写真展をやっていました。いかがでしたか。今から次は南京町に行ってきます。ちょっと歩いてちょっと時間があるけど頑張ります。北の異人館街から南京町まで広場まで地図アプリの経路で調べると28分かかります。このルートをこういうルートになっています。だから頑張っております。ちょっと真っ暗になってますので、その時間は真っ暗になってます。こんばんは。ただいま南京町広場に来ています。異人館街から歩いて約25分かかりました。あれが、そうねです。2000
2015年2020年、遅そうです。これがいいですね、いい形してますね。そうで、神戸南京町広場でランタンフェアを開催しています。すごいですね。南京町広場の中心に400個以上の中国提灯を吊るしています。こちらが神戸大丸の近くにある南京町への入り口の長安門です。長安門から南京町広場へつながっています。こんばんは。ただいま神戸朝日ビルディングにいます。今からじゃあ行きます。ロソネ見てきます。ロソネ行きます。おお、なんかロソネが飾ってあります。ちょっと見てきます。おこれがおロソネ見えてきました。おあこれは2011年作品のロソネです。これは2011年作品のロソネです。撮影します。こちらは、2007年作品のロソネです。おすごいね。神戸朝日ビルディングに2つのロソネがありました。こちらは三井住友銀行神戸本部前の広場です。なんかロソネあります。ちょっと見てきます。なんかちょっとロソネ見てきます。もうちょっとでロソネです。ちょっと神戸ルミナリエの入り口に近いところにあります。これは1995年開始当初のロソーネです。じゃあ今から撮影します。あスポットツアー、じゃああと3つ頑張って押してきます。3本はできます。今からじゃあ今から撮影しますのでこの後こんばんは。ただいま急遽留置の三井住友銀行神戸本部前広場の修復の交差点に来ます。ここら神戸ルミナリエが開催してた時はこの辺に光のゲートがありました。来年開催してほしいです。来年は光のゲートができたらいいなと思っています。今からじゃあ光のゲート、本来な光のゲートがあるところ進んでカメラを回しながら進んでいきます。今からこちらの写真は2019年の神戸ルミナリエが開催された当時の光のゲートの写真です。2019年が最後に神戸ルミナリエが開催された年です。来年神戸ルミナリエが開催されたら光のゲートが見られるだろう。来年見られることをお祈りします。それで東遊園地に向かいたと思います。じゃあ行きます。すぐに住友銀行の前
ちらは先ほどのロソーネです。ここから行きます。ここら辺にゲート、来年はゲートが来年はちょっとよし、じゃあ一旦切ります。信号はないです。今から進んでいきます。東遊園地へと進んでいきます。日本ゲート、なんていうところが続きます。本来2019年はは当初はまだ YouTuber やってませんでした。やってたらデジカメ回しながら、デジカメを回しながら、シドナム、ここに神戸ルミナリア開催してたら光のゲートがあったのだろう。来年は光のゲートができたらいいねと思ってます。来年は今から進んでいきます。もうすぐ東遊園地です。よし、あ、まもなく東遊園地が、もうすぐ東遊園地が見えてきます。まもなくです。来年は光のゲートができたらいいなと思ってます。お、もうすぐです。もうすぐ、もうすぐです。この辺が神戸ルミナリア光ゲートは終点でした。来年は光のゲートができたらいいなと思っています。来年、こちら東遊園地が近づいてきました。もうすぐ到着です。こんばんは。やっとこちらは東遊園地の慰霊と復興のモニュメント 1.1 の希望の狩りがある場所です。お、東遊園地来てます。こちらが、こちらが慰霊と復興のモニュメント 1.17 希望の明かりです。お、綺麗。このこれが明かりです。この明かりです。じゃあ行きます。東遊園地は現在整備工事中です。来年2月28日には工事が終わる予定です。来年神戸ルミナリアができたらいいなと思っています。行ってきます今から。
次はじゃあ花時計のところに行ってきます。今からあっちなにあるやつ行ってきます。こちらが花時計広場の入り口です。今から行ってきます。また始まる花時計広場、何かあるな。広場です。来ました。あ、こちら入り口です。今から見ます。こちらが神戸未来大体イベントのメイン広場である花時計広場です。じゃあロソーネとカッサルモニカが置いてあるんです。メイン、はい、おはようございます。ちょっと見に行きます。こちらが2006年の作品のロソーネです。こちらが1997年作品のロソーネです。こちらがカッサルモニカです。コンサートやっています。コンサートやっています。こちらは税関前のほど。こちらは2018年作品のロソーネです。隣はカッサルモニカ、もう一ついきます。こちらが2019年作品のロソーネです。2019年といえば神戸ルミナリーが最後に行われた年です。こっちもう来年開催されたらどんなロソーネが登場するかが楽しみです。来年をやってほしいですね。こちらは花時計広場にある神戸花時計です。お、時間が6時15分なんです。今からじゃあその次は今から次はじゃあ最後税関前行ってきます。こんばんは。ただいま国道174号線の起点である全館本町前交差点です。あれがライトアップされた神戸税関です。今から行ってみます。渡ってじゃあ見てきます。はい、おライトアップ。お、こちらがなんかライト入り口です。入り口です。ちょっと見ていきます。最後は税関本町前交差点から税関前までちょっと174号線歩いて走破しながらじゃあ税関前に向かいたいと思います。最後はお前行ってみる。74号線のおにぎりで、標識のおにぎりで、これ阪神高速道路です。こちらが国道2号線の交差点。昼間の国道174号線の動画を見てみましょう。から歩いたところでストップウォッチを動かします。よーいスタート。よし、あすぐ、あ2号線の標識が見えました。あ2号線の標識、これがあれが神戸なんです。これがハーバーウェイからの連絡路です。あ国道174号線、その標識見ました。あれは阪神高速道路の3号神戸線です。あ、
おにぎりがありました。国道100の普通のおにぎりがありました。おにぎりです。税関前交差点に到着しました。ここが国道174号線の終点です。今回かかった時間は1分9秒45です。174号線の終点である税関前交差点です。こちらがカッサール森に置いてある花時計広場です。これで全部歩道を掛け替えられるということで、これで、スタンプゲット、スポットツアーのスタンプ全部ゲットしました。8個全部、これで終わりたいと思います。国道174号税関前交差点25分近く経ってありました。交差点大変でした。で、神戸ルミナリエプレゼンツカッサアルモニカ音楽の宝箱神戸ルミナリエ光を巡るっていうスポットツアー、これで8個全部スタンプゲットしました。これで終わりたいと思います。良かったと思う人と来年神戸ルミナリエの方開催してほしいと思う人はチャンネル登録高評価をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。今回スポットツアーカッサアルモニカ音楽の宝箱神戸ルミナリエの光をめぐるの巡回したコースは画像の通りです。